トゥバタッタ、トゥバタッタ、トゥバタッタ。皆様こんにちは、テレビアニメルリシーズジャンプガルクと錬金の騎士で、ライルちゃんを演じております石垣塚です。はーい、ということで何やらこの動画番組シャープも私で10回目かやってるんですけど、みんなちゃんと見てますか？ということで今回はやっとライルちゃんの私が担当することになりました。ということでおさらいルリシーズ、私と一緒に内容を振り返っていきましょう。トゥバタッタ、トゥバタッタ、トゥバタッタ。それでは早口が苦手な石垣静香がやります。ユイシーズのおさらい早口解説スタート。賢者たちの暴走により上空はバビロンの中から溢れてくる陰陽の神々で覆われてしまった。空からいくつもの食事が津波のように怒りを寄せてくる。モンゴラ氏がすかさず引いて同じ空中一体に揺れてるのを立ち、時は食い止められたが押し寄せる力に耐えきれず壁を破られ、その荒波は凄まじい勢いで体内で乗り越え、次の瞬間モンゴラ氏は不思議な光景を目にする。目にするあんた、まるで世界の鬼のような光景。穴に開いた空に開いたバビロンの穴に次々と巨大な建物が吸い込まれていた。そこへ、妖精の女王アストラトと人間のズームジが神エミルを追放しようとしていた。人間にこのような仕事を受け腹の中に見くり返っているエミルはここいらないね。絶対穴の吸引力に必死に耐えていたが、ついに吸い上げられてしまう。モンゴラ氏は機械の援護をはじめ悪魔のようになってしまう。イングランドの兵士は悪魔のような姿のモンゴラン氏をめがけて突撃してくるが、モンゴラン氏は衝動波を放ち衝撃を放ち、兵士は一瞬にしてやられてしまう。そこはいつものモンゴラン氏の姿はない。そうエンリルに体を乗っ取られてしまったのだ。嘆くアストラトのもとに錬金術師ニコラ・フレメルが姿を現す。あのおじいちゃんね、彼はなんと、テンプル騎士団の最後の生き残りだったのだ。あ、そうなんだ。勝ちはだかるエンリル、ニコラは錬金術対抗するが、エンリルには効かず吹き飛ばされてしまう。エンリルは自分を封印したアスタルトに復讐を促め、何度殺しても機械がアスタルトを握りつぶし、口に何度も攻撃する。ここ見てたかな。そこに、ライルが賢者としてある聖剣ジョワユーツを体内に埋め込み、唯一になって現れた。そうだよ、目の前に現れた空気の闇の攻撃にライルは闇雲に銃を打ち放つが、ジョワユーツの復讐の力により、ダンガーは空気の入りを全て正確に打ち抜いたのだった。エンリルはビュールデンの抵抗するが、ダンガーは壁を貫通し、エンリルの空母を貫くことに成功。エンリルの体から賢者たちが撃たれ、異形の姿から人間モンゴラ氏の姿へと戻ったのだった。だがそれも一瞬、モンゴラ氏全然いかなかった、全然いかなかったわ。でもみんなほらアニメ見ればわかるから。おさらいはね、あと、もう一回最初から戻って字幕を読んでください、お願いします。あ、ということでね、まあ私が何言ってるか分かんなかったと思うので、改めて10話が一目で分かる絵を私が描きました。それがこちらです。あ、ここまで言ってなかった説明、ババーン。ライルとモンゴラン氏がベーゼする。全然ここあらすじに書いてあったのに、ということでね、ベーゼしましたよ。なんかね、幼なじみよりも意外と、しかもライルちゃんって出番が多くて、私的にはすごくありがたくて美味しいチューバーでした。ありがとうございます。トゥバタッタ、トゥバタッタ、トゥバタッタ。ライルはフンヌという意味ですが、自らの行いから二つ名をつけるとしたらどんな名前をつけたいですか？二つ名っていうか、座右の銘は何でも屋さんなんですよ。なんか声優として何でもやれたらなっていうので、声優界の何でも屋になれたら嬉しいな。お仕事待ってます。はい、ということで第10回終わりました。ありがとうございます。早口な、意外とさっき裏でやった時いけると思ったんだけど、やっぱダメだね。小声で読むのと口で大きく出すとじゃ全然、言い訳ですいません。11回もね、私石垣静香がやるので、ちょっとリベンジしようかなっていうのを今ねちょっとちらっと見るんですけど、11話の方がねあらすじ長いんだよね。ということで次回私が早口を成功できるかどうか、その目で確かめていただければと思います。次回もお楽しみに。それではまた来週、バイバーイ。
闇に飲まれた桃同士の心は届かないジャンヌちゃんの声、巨大なる神々が今降臨する。大は小を兼ねるって言葉は大好きだが、こいつはちょっとデカすぎるぜ。第11話楽園。そしてもしかしてこれはおっぱいの話なんかしてる場合じゃなかったりするのか。